はーい、おはようございます。今ね、藤沢の荷下ろしが終わって、はい、今ね8時50分です。ありがとうございます。まあ今からね、はい、次ね、今日の積み込みは、神奈川県川崎市の東扇島で、はい、積み込みになります。今からね、渋滞の中向かっていきたいと思います。はーい、今ね、はい、川崎の積み込みが終わりました。ただいまの時刻11時30分。なんかね、どだけかな、1時間ぐらい待ってね、はい、積み込んでもらいました。積み込み自体はね、もう何分だ、10分もしないぐらいにね、積み込んでもらったんですけど、ありがとうございます。運んでね、はい、午前中に積み上がったんでね、よかったよかった。まあ、今日はね、ちょっと早いんで、またまた下道で向かっていこうと思うんですけど、まあ、今回はね、滋賀県のね、はい、多賀町ってところに、はい、向かいたいと思います。まあ、ここから距離にして433キロですかね。どうかな、頑張ればあれかな。まあでも渋滞とかあるんでね、途中から乗っていくと思います。まあ、今日ね、また箱根の方まで行きたいと思うんでね、はい、とりあえず頑張って走っていきます。はい、海です。今ね、青松バイパスまで来ました。お、ここは本当の綺麗な海だ。逆にね、トラックやとね、こう景色いいなと思いますけど、乗用車とかね、バイクに乗るとね、目線が下なんでね、結構見れんかったりする時あるんですけどね。まあでもここは見えるかな、バイクでもね。ほんとね、こういうところね、あ、バイク通ってた、バイク通ってたよ、こう気分いいでしょうね。お、またバイク来た。わあ、いいな、気分いいでしょう。自分もこういうとこ走ってみたいですけど、走ってみたいんですけど、バイクがな、錆びるのがな、嫌やな。まあでも気分はいいでしょう ね。バイク乗りたいんですけど、うちの辺はね、ちょっとまだ雪はないんですけど、融雪剤がね、ある程度なくならないとね、バイクが。まあ手入れすりゃいいんですけど、自分乗ってるバイクはね、30年ぐらい前のやつなんでね。あまり錆びさせたくないんですよ、はい、自分乗ってるのはね、はい、1993年式のホンダのビッグワンってやつですね。90年前半かって思うんですけど、実際ね、もう30年も前なんですよね。そんなに前なのって感じですけどね、不思議ですよね。なんでね、もう大事に大事に乗っていかないとね。もうなかなかね、はい、買い替えることは難しいんでね、もう大事に乗っていくしかないですね。お、バイク来た、いいな、気持ちよさそうやな。でも見てください、あれ、あの鯉のぼり、鯉のぼりじゃないんですけど、風をねこう見るやつなんでしょうけど、これすごい横なびいてますよ。バイクの人めちゃめちゃ怖いんやろうなと思いますけどね。怖いでしょうね、こんだけ風強いと。ETC はそっちだ、ちょっと行かしてください、ありがとう。よいしょ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 、はい、
はい、今ね、青少バイパスの料金所出たかな。あれ何だったっけあれ椿じゃなくて橘やったかな、橘料金所でした。はい結構バイクいいなと思ってたりね、海きれいやなって言ってね思ってたらね肝心なところをね行ってませんでしたね。てか忘れてましたねえ、きれいやな。でそう、自分家のところは融雪剤ね、まあいたので、まあとりあえず4月以降でしかね、はい、乗れないです今ずっとね、冬の間はね冬眠してますよ。バッテリーも取ってね、でキャブレターなんで、もうキャブレターのね、はい、ガソリンも抜いてあと放置半年間放置です、ね、乗ってあげないとねかわいそうなんですけどね、まあ、春になったらバッテリーつないでエンジンかけて行きたいと思います。さてさて、じゃあちょっとねこんな話もほどほどにあと箱根のね山まで走っていきたいと思います。頑張りますよいしょ、はーい、今箱根のね、はい峠を登ってきました。いやね、前回ね夜の峠でしたけど、今回はね昼間です。昼間というかねまあ昼過ぎですね。今ね、はい、2時15分、お客さんのところまで348キロになりましたね。残りね、相変わらずね箱根を登りますよいしょ、はいね、頂上です明るいうちのね箱根の頂上です。今度ね下りですまあほぼほぼ前の動画とねそう変わらないですかただね、暗いか明るいかの違いです下っていきます。はーい、じゃあ下ってきましたよ。ね、道もいいとこまでね下ってきましたさっきね道悪いところはねちょっと省きましたよ。もうガタン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 言うんでねおお、こっからの景色はまたいいね映るでしょうか、映らないかな今日は富士山見れないですね、雲にかかってしまってますねあれですね、山から見るこう景色は綺麗ですねあれ動画に撮れてませんですかね。さてさて、ある程度下ってきたんでね、はい、また1号、まあ、ここも1号なんですけどまあちょっとね気をつけながら走っていきたいと思います。はーい、今ね1号を走ってきてね、今静岡県の島田市まで頑張ってきましたただいま5時15分、もうね渋滞が始まってるんでね、まあ今日はもう下道は諦めて、はい、高速乗っていこうと思いますちなみにね、あの途中で卸先の住所がね変更になったんでね、最初ね多賀町って言ったんですけど、はい、彦根になったんで、まあ彦根インターでね降りていきたいと思います。はーい、今ね、はい、名神高速走ってきました。今ね関ヶ原インター越えたところなんですけど、結構ね雪が積もってますね。
まあ、除雪であれなんですかね、今反対車線除雪してましたけど、ね、連続的な渋滞がなってます。まあ、とりあえず次のね、伊吹パーキングで明日の朝まで休みたいと思います。お客さんところのね、近く、彦根の町の中はちょっとコンビニがそうないし、まあ、離れてるとこ あってもちょっとね明日の朝出るに出れんかもしれないんで、もうパーキングで、はい、朝まで寝てそっから走っていきたいと思います。もう結構雪がねパラパラしてますよ。ではちょっとねパーキングの方まで走っていきます。はーい、ではね、はい、伊吹パーキングで休んでいきたいと思います。いやー、だいぶ詰まってますね。いやー、止まれるかそもそもここは。あ、開いとるぞ、大丈夫かな。お、開いとる開いとるっと、はい。まあ明日一応9時着なんでね、まあ朝8時頃、まあゆっくり出れてお客さんのところでね降ろしたいと思います。ね、してもあれですね、寒波はね17、18だけやかなと思ったんですけどね、一応気温がね今1度なんでね、そんなに下がってはないと思うんですけど、まあね、まだまだ気をつけないといけないですね。はい、ではね、はい、休んでいきたいと思います。もしよろしかったらチャンネル登録もお願いします。ではまた明日。